はい、こんにちは、春華堂の田中です。これ大和の美術館のネタで、4つ目、これは川端龍子。これちょうどこのドーンと出てる絵が川端龍子ですね。はい、川端龍子といえば大画面ですね。あの川端龍子はですね、もちろん家庭向けの普通の掛け軸なんかもたくさん描いてるんですけど、この屏風ですね、ドカーンでかい、仕掛けがでかいですよね。こう仕掛けのでかい絵を描くのが、まあ、川端龍子の、まあ、一番の真骨頂というかね、僕はあのたまたまですね、川端龍子の住んでた家の近くにちょっと住んでるんですけど、今はその龍子の家が、記念館になってて、龍子の絵が常時飾ってあります。やっぱりでかいんですね。あのお茶の間芸術からあの展覧会芸術へという流れを作った人です。ですので、まあ、今でも二点なんか行くとですね、ドカーンとでかい絵がやっぱ飾ってますけどね、あの流れを作ったのが龍子という人じゃないかなと思います。で、まあ、豊かな時代を反映してこう絵の具の使い方も派手ですよね。もう真っ青な絵の具、群青ですかね、ドーンと使ってて、こういうその大きな表現をすることが得意だったのが川端龍子ですね。まあ日本人はどっちかというとね、細かしたものが好きなんですけど、龍子のそのなんかざっくりとものをつかむ力とかね、大きな表現力っていうのは、彼独特の世界でもありますけど、まあ、あの物を掴んでさっと描くって、あの筆のエネルギーで描くっていう意味で言ったらですね、竹内栖鳳なんかの世界とも僕はつながるような気はします。でやっぱこの大観春草玉堂龍子というこの山谷さんの企画の中で、実はね一番こう押し出したかったのはね、龍子なんじゃないかなって、これ思って一番上に龍子をこう出してますよね。で龍子ってこの4人の中ではねやっぱりあの今の巨匠感でいうと龍子があの一歩遅れちゃったんですよね。やっぱ大観春草トップ、春草大観玉堂と三巨頭といる中で、龍子のその日本画の中での存在感ってちょっと一歩気遅れしてる感じはあるんです。あのこの4人を並べることで、龍子って偉かったんだぜって、龍子のことをもっと見直してよっていう願いがね、あの山谷さんにあったんじゃないかな。これ勝手な推測です。あの聞いてませんのでありませんけど、まあ、そんな気はいたします。だからこれがね表紙になってるんじゃないでしょうかね。はい、まあ、川端龍子さんの、うちあのもたくさん扱ってます。ぜひですね、龍子さんの絵が家にあるという方は、ご連絡いただければしっかりと査定して、買い取りいたしますので、ぜひご連絡ください。はい、ありがとうございました。